フレキシティは、ボンバルディアトランスポーテーションが製造する路面電車用の車両である。アドトランツの買収により多くのブランドが乱立していたが、現在はすべてフレキシティのブランド名で販売されている。フレキシティには、用途、仕様に応じて、アウトルック、クラシック、ツイフト、リンクの4種類が存在する。左右独立車輪とフローティング車体により100%低床。 タイヤハウスの縮小を実現した車両で、ジーメンスのコンビーのアルストムのシタディス300に相当する。現在は、ボンバルディア自身が開発したシティランナーを中心に展開を行っているが、旧アドトランツのユーロトラムとインチェントロもアウトルックに含まれる。最高速度はいずれも時速70キロメートル。シティランナー、インチェントロは両端の車体が長めで、 ここにも乗客が乗れる設計。ユーロトラムは、両端車体が特に短く乗務員室となっているのが特徴である。詳しくは、以下の項目を参照。左右独立車輪を使用しない部分提唱者である。付随台車を2つ持つ、中間車体の両端に、動力台車を持つ運転台付き車体を組み合わせた3、車体連接車が一般的だが、デッサウの2車体連接車。 ドレスデンの5車体連接車といった例もある。詳細はフレキシティクラシックを参照。高速運転を念頭に置いた部分提唱車でジーメンスの S70、アバント、アルストムのスタディス500に相当する。最高速度は時速 80km から時速 100km となっている。ケルミエル r t やロッテルダム向けの車両はプラットフォーム整備済みのため、 高床構造となっている。ケロン LRT の1.79系統では、低床車両が採用されている。詳細は、フレキシティスウィフトを参照。旧トラムトレインで、線路条件の異なる、路面電車と鉄道線との直通を念頭に置いた、車両。現在ザールブリュッケンでのみ採用されている。三車体連接、副電圧仕様の50%低床車で、最高速度は、 時速 100km。詳細はトラムトレインを参照。インチェントロを踏まえて新設計。2008年ベルリンに初導入。新設計のフレキシティ。2011年ブラックプールに初導入。ありがとうございます。